くっそ、なんだよ、おい、おい、おい、誰か聞こえるか、閉じ込められてるんだ、おい、誰でもいいから返事してくれよ、おい、このままじゃ俺も会社もおしまいなんだよ、おい。これこの部屋の中継ですよ。まだ続けてるんだ。見てください、投稿者からのコメントが増えてます。偽物に飽きた皆さんへ、これが本物のリアリティショーです。続きを見たい方はぜひサポートや応援コメントお願いします。応援って、サポートしてる人もいるみたいですよ。ここの数字どんどん増えてるから。最低、悪趣味。え、なんか言ったことにすぐ反応来て、この部屋の物音も全部生配信されてるってことね。私たち見せ物にされるんだ。プライベートの秘密も困ってる様子も、これからどんどん弱っていく様子も全部見せ物にされるんだ。待ってください、僕らの声は全部ネットで生配信されてるんですよね。そうよ。じゃあカメラに向かって助けを求めたら誰か一人くらい助けに来てくれるんじゃないですか。そんなお人よしいるわけないでしょ。またそんなこと言ってコメント欄で叩かれますよ。関係ないわよ、もうこっから出られないんだから、いくら叩かれたって諦めないで頑張りましょうよ。薬師寺、お前根本的に勘違いしてんだよ。もしこの配信を見てる誰かが俺たちのこと助けたいなと思ってくれたとしても、そいつここに来れないだろ。どうして私たちも配信を見てる皆さんもここがどこだかわからないからです。だからくーちゃんさん、心配してくれるのは嬉しいんですけど、私もここがどこだかわからないんです。だからごめんなさい。くーちゃんって、やだー、くーちゃんさっきからいっぱいコメントしてくれてたんですね。さすが地下アイドル、今外の世界とつながってる唯一の道はこの配信だから、意識するのは間違いじゃないが、いかんせん情報がないだろ。でもくーちゃんって名前どっかで。あ、くーちゃんさんコメントありがとうございます。ん、なになに、私がさらわれた時間？私がさらわれたのは学校帰りだったから5時半ぐらいだったと思います。おう、転んじゃった。場所は世田谷のワイズマン学園のあたりです。このままじゃ明日空港行けなくなっちゃう。じゃあ助けて。この状況でコメント返しにファンサって、お前すげえ根性だな。私なんでよかったな、ファンが増えたじゃねえか。私は熱海に6時半ぐらいかな。熱海？なんでそんなとこいたんすか。週末うちの旦那が地方に出張だったから、土曜日の伊沢君と一緒に温泉に行ってたので、一緒にいる人見られるのまずいから別々に帰ろうってなって、それで一人になった途端に黒マスクの男に話しかけられた。名古屋だよ、多分3時頃だな。名古屋？どうしてまたそんなとこに。いや、クライアントの打ち合わせでスポンサーのところに行ったんだよ。
ネットじゃニュアンスが伝わらないとかなんとか言われたから。僕だけじゃないですか、ちゃんと自粛してたの。ちなみに僕が去られたのは川崎市の二子新地で6時頃だったと思います。僕以外もみんな車で連れ去られたみたいです。だって僕だけ聞かれなかったら寂しいなと思って。しかしクーちゃんってのは一体何の目的で。特定班であなたで生まれてた人。そうですそうです。うわもう私がどっかで配信してるって知って見に来る。来てくれたんですね。おい大丈夫か。お前今本音出たぞ。でもなんで私たちのことまで聞いてくるの。わかんないですよ。なんか来た。もしかしてこの赤いところが僕らのいる場所の住所じゃないですか。でもなんで現場にいないこの人が私たちの居場所わかんないの。だってクーちゃんは特定班だから。そんな理由。でも特定班ってすごいんですよ。ブログに投稿された写真の背景や時間だけで誰とどこにいたかまで当てちゃったりして。おい待て、今回だけは薬師寺が正しいかもしれない。この赤く塗られてるのは箱根あたりだ。そうですね、箱根の別荘地あたりでしょうか。箱根の別荘地ならでかい車で人を連れ込んでも怪しまれない場所もあるはず。でもクーちゃん何の根拠に。あ、私たちがさらわれた場所見てください。この辺、サチさんがいた熱海、室井さんがいた名古屋、薬師寺さんがいた川崎、私がいた世田谷を中心に描かれています。おそらくクーちゃんは私たちがいた場所とここに来るまでの時間、車という移動手段から私たちがいる場所を割り当てたんだと思います。そんなこと。すげえな特定の。クーちゃん本当にありがとう。それからこの中継を見てる皆さんにお願いです。箱根の別荘地のあたりに人が監禁されている可能性があるって警察の方に通報していただけませんか。おいどけ。俺からも頼む、ドルドラの室井が監禁されてるって伝えてくれ。他にも3人いる、頼む助けてくれ。ね、この中継警察でも話題になってるって。本当ですか、ありがとうございます。あとおそらくここは芸能人が関わってる物件の可能性が高い。その線でも捜索してもらって助かる。よし、これで少しは。おい薬師寺、どうし、なんで泣いてんだよ。なんでしょう、なんかこんな風に誹謗中傷した人間のために見ず知らずの人が頑張ってくれてるって思ったら分かんないです、もう言葉がないです。お前ほんと素直なとこなんだ。警察にこの配信のことを伝えました。捜査を検討してみるそうです。あーやったー、やりましたよみんな、よかったー。本当にありがとうございます。みんなを信じて助け待ちましょうね。よかった。
回のドロドラの復活劇は、ひとえにドロドラを愛してプレイしてくださったユーザーの皆様のおかげです。一部報道ではあるエンジェル投資家からの資金調達が危機を救ったとありましたが、こちら事実でしょうか？それは半分正解で半分不正解です。大規模な資金調達で弊社の財政難が救われたのは事実ですが、その融資を行ってくださったのは投資家ではなく、長年弊社のゲーム、記者会見かっこよく映ってましたね。社長ってのは会社の景気がいいと顔も良くなるんだよ。うん、じゃあ景気いいんですか？まあおかげさんでな。お前が6億投資してくれたおかげだよ。持っててもしょうがないですから。あ、それで前言った話考えてくれたか？まさか中谷だったとはな。本当よね。まあでもいろいろ結果的に良かったんじゃないの？まあ、室井さん。あ、お、どうも。薬師寺。あの歌の動画めちゃくちゃバズってましたよね。何でしたっけ？そうなの。匿名社員。そうそうそう、匿名社員。二次元のイケメンアイコンみんなかすっていうの。あれすごいキャッチーですごい覚えやすかったですもん。トールン覚えてくれたの？トールン覚えてくれたの？はい。ラブラブ。私もそこが一番好き。僕も好きです。でも俺ね、ウィッグとか被ってない姿見ると普段からそんな感じなの？そうなの。だってもうこの部屋のせいでなんも隠せなくなっちゃったから、だったら思いっきりアイドルやってやろうって思って。はい。でも今えらい人気なんだろう。実はファンのみんなをビンタする会即完売です。おお、すごいな。欲しい？いや大丈夫。いいの？うん、 ありがとう。よかったわね。いや、そういうあんたはどうなの？私？私はね、7人から振られた。わー、ダイナミック。まあまあ、でも私的には全然良かったんだけどね。はい、これ私の新しい名刺。はい、もらって。はい、どうぞ。ん？緑川って、名字変わったんだ。いや、こっちが元々の名前だから、むしろ私的にはこっちの方が全然しっくりくるんだけどね。でもこのマッチングアドバイザーってなんすか？あー、こんにちは、マッチングアドバイザーの緑川幸です。最近はですね、女性の皆さんに幸せになっていただきたい、そして運命の人と効率よく出会っていただくためのヒントをたくさんご紹介していきます。さあ、このチャンネルでは私がしていた六股不倫の経験をもとに恋愛そして婚活で、私浮気してる時にさ、その辺のところも全部掴んでるから、これを社会に還元していこうかなと思ってさ。あ、なるほど、うん、いやだから今の時代は何かを我慢するんじゃなくって、自分の得意なところをこう好きに表現する人が輝く時代だと思うのよね。私もそう思う。でしょ？そうよ、なえちゃんもね。薬師寺君もそう思うでしょ？僕ははっちゃけすぎるのも我慢しすぎるのも良くないかと思うんですけど。地味ね。それじゃバズんないわよ。いや、僕別にバズんなくていいんですけど。でもやっぱりさ、なんかこう自分の欠点を見るんじゃなくって、自分の得意なことをこう尖らしていかないとこれからの時代生きていけないわけよ。そうなんすかね。だからもう過去の過ちとかどうでもよくって、今自分が何を考えるかを考えることが世の中をハッピーにする手段だし、社会と人がこうウィンウィンになる方法だと思うのよね。俺が今日する話はまさにそのウィンウィンになるための具体策ってとこだ。知っての通り、俺たちは1ヶ月前何の前触れもなくこの部屋にぶち込まれた。奴らが仕掛けた監禁配信は大勢の人間が見てた。そのせいで俺たちはしばらく偉い目にあったが、おかげで俺は新しいサービスを思いついたんだ。ここに閉じ込められて秘密を暴露された4人が同じ場所から秘密を共有するための招待制 SNS を出す。話題数は十分だろ。これからの時代は才能があるやつが勝つんじゃないと思う。ストーリーを持ってるやつが勝つんだと思う。すごい
いじゃない、さっさと配信しちゃいましょうよ。あ、それでネットが炎上するってことはそこにそれだけの熱量があるってことだと思うんだよ。人の熱が集まるところにはでかいビジネスが生まれる。だから俺はここから新サービスを発表することにしたんだ。名前はゴシップボックス。僕の発明した装置の名前です。この映像が公開される頃、僕はきっと逮捕されていることでしょう。それでも僕は自分が間違ったことをしたとは思っていません。この国ではいつからか国民のリンチによって人を裁くのが当たり前になりました。一本の指で打ち込んだ文字で一人の人生を終わらせ、何事もなかったかのように暮らしていた。そんなことができる時代になりました。法律違反ではない、ゴシップを報じられた人間を叩いて傷つけて二度と立ち上がれないようにする。そんな行為が何の罰も受けずに許されるなら、この国の法律はもはや意味を成していないことになります。だから僕は自分で罰を与えることにしました。法律が機能しない国では何が起こるか。思想家のトマス・ホップスはその状況を万人の万人に対する闘争と表現しました。報復の連鎖には終わりがありません。僕が逮捕されたところできっと争いが止むことはないでしょう。おめでとう。これが君たちが望んだ世界だ。